やあみんな、あれうるちゃいのは誰かな、リチナプリンスはどこでちゅか、ガラガラは全く効果なし。じゃあお金は、パパそっくり、お金は最高のおもちゃ。ホイの音は落ち着くだろう。ポップイットを発明した彼、資産額は8000万円、うん、なんか素晴らしいものを考えないときっとできる。もうちょっとだ。落ち着いて、トレスリムーバーで。あ、そうだ、やった、できた。これをポップイットと名付けよう。彼こそストレスリムーバーの王様。新しいポップイット欲しい人？私欲しい、夢だったの。2ついいかしら。リンゴと恐竜、これ大好き。このヒットで資産額は1000億円。こちらは IT 投資家、資産額は1億7000万円。ロボットをバスルームに連れてって、歯を磨いて、ゴールドペーストでピッカピカね。ゴールドの下にダイヤモンド、今度はリビングに着替えさせて。うん、悪くない。こちらのプログラマーは資産額2億3000万円。なんてゴージャスなんだ。さあ召し上がれ。あ、ちょっと失礼。水を飲まなきゃ。落ち着いた、これでまた眠れる。気分が良くなりました。少々お待ちを。どこかに花があったはずだ。あった、これを君に。私に。ありがとう。ちょっと寝ながらデート？私抜きで？許せない。あれ、この詐欺師め、なんて悪夢だ。これ君にだよ。フレディとショーンが会いました。本物の億万長者はどっち？あなたはどう思いますか？コメントください。こちらが答えです。持ち物の価値の総額を計算してみましょう。あなたの推測が楽しかったかどうか教えてください。チャンネル登録お願いします。どちらの億万長者が好きかコメントください。いいねとベルのクリックもお願いします。これはフォーブズリストの中でも最も悲しい億万長者に違いない。これは楽勝だな。いただき。あ、これはスーパーミリオネア、助けて。ん？これが世界で一番高価なサボテン？お、お金もあるじゃないか。まだまだあるぞ。あれ？待ってたのよ。スーパーミリオネアと
スーパー警官、本物のヒーローだね。もう少しだ、もう少し。お部屋きれいにしてよ。ママ、邪魔しないでくれる？やった勝った、チャンピオンだ。ねえ、もうちょっと静かにできないの？やめなさい。ママ、これでいい？わかったわ、好きなようにしなさい。アップルのクリエイティブディレクター、資産額は9億円。何かいいアイディアはないかな。何も考えられないよ。どうしよう、もっと薄くするとか。違う、何か食べて気分転換しよう。どうだ、アップルソックスだ。これで資産額は21億円。あれ、バッテリー切れちゃった。有名なインフルエンサー、資産額は1億円。いやー、ダメだ。すごいよみんな、これも違うな。え、チャンネル登録者が減ってる。これはなんとか止めないと。私のファンシーライフを歌にしよう。ダメだ、まだ減っている。じゃあマジックだ、これでどうだ。ダメ、どうすればいいんだよ、あんなに登録者いたのに。お荷物ですよ。うわー、何かしら。お気に入りのおもちゃ、そして宝くじ。なんだ、外れね。どなたですか？最新のパプイットはいかがですか？ストレスから解放されますよ。いえ、結構です。では宝くじはいかが？いただくわ。ありがとね。今度はどうかな。また外れなの？コーラとポップコーンください。どうぞ。宝くじもついてます。これいる？私当たった試しないから。やった、1億円当たった。なんでこうなるのよ。見た？こんなこともあるんだ。一気に億万長者だ。私とリチャードのためにお願いできるかしら。ラフなポニーテールにして。リチャードにはブローを。リチャードは犬だけど、資産は1000億円。マニキュアもね、私とリチャードに。お待たせしました。気持ちよかったでしょう、リチャード。さあ、お金払ってね。また来月伺いますね。コーヒーをお願いします。貧乏なビリーの資産は2億円。ではチェックといこう。テーブルクロス、食器類。これは本物の花？コーヒーお待たせいたしました。ちょっと待って、見てみよう。これは普通のサービングより小さいし、熱くもない。私を騙すつもりかね。申し訳ありません。こちらお詫びのデザートでございます。こうやって貧乏ビリーは美体、呪文払わない。
チャンネル登録、いいね、ベルのクリックをお願いします。ウーフーからの面白い新着ビデオをお見逃しなく。